クレアさん、前島です。今日はですね、あの人気コスメを真似して作ってみたんだけれども、比較して使ってみたーいということで、使っていきます。あの人気コスメなんですけど、これです、じゃーん。3のリップグロス。正式名称は読まないと言えません。3ディバインリップジェムの01番セイクレットサンシャインというこちらのお色なんですけどね、この黄色、そう、これ最初見た時に黄色と思ったんですけど、まさしくこのセイクレットサンシャインという名前がついている、このセイクレットサンシャインというのは日本語にすると神聖な太陽の光という、まあそういうね、名前がついた、そう、とても黄色のね、綺麗な色のこのリップグロスなんですけど、これそう、普通に興味を持ったんですよね。リップグロスでまず黄色っていう、ところと、まあ黄色なんだけど塗れば馴染むから、ナチュラルなんだけど、唇の色がパッと明るくなるような感じなのかなっていうことが想像ついたので、普通に使いたいと思いました。なんですけど、なんですけどね、これ見た時に私ね、作れるじゃんと思っちゃったんですよ。もうこれ病気です、私。リップグロスとかね、たまに作るんでね。で、なんで作れるかと思っちゃったかというと、こちらです。ICA の、クレーなんですけどね、カラーリングクレーというクレーがありまして、これ自然のままの色です。リップ、クレーパックとかで使うクレーとしても使えるんですけど、というよりは発色がいいので、まあ、こういったね、これが私が作ったやつなんですけど、リップグロスだったりとかっていうコスメの色付けに使うと良いグレーになります。なので、これを見た時に作れるじゃんと思って作ってみました。実はこの子は2代目で、最初に作った子はもう使い切っちゃったんです。そのぐらいにすごい良かったです。メイクをした後に、その初代のね、この黄色を塗って、で、SNS からなんか投稿した時にお似合いですね、なんてコメントをいただいたぐらいに、すごいね、好評で、私自身もすごい好きでした。なんですけど、なんかこうね、写真での、スリーさんの写真の色味を真似して作ったんで、やっぱりどうしても本家の色が知りたくなってね。で、2本目を作ろうと思った時にこれを購入して、で、これを実際見ながらね、見ながら、そう、ちょっとやっぱね、ほら、違うんですよ。この瓶から見る色と、この実際の色っていうのが。なので、この色味を見て、真似してね、作ってみました。ただちょっと容器のね、こっちはちょっとほら、すりガラスっぽい感じの容器で、こちらは本当に透明なので、ちょっとパッと見よくわかんないんですけど、色をちょっとね、じゃじゃん、比べてみると、でも全然違うか。こんな感じです。でもこれを塗ってみると意外とそんなにね、ここまで差はないんですよ。本当かな？なんか自信なくなってきたな。一応なんかこの辺にね、塗って、よいしょ。あ、こんなもんで OK かなっていう感じで作ったんですけど、まあとはいえどね、やっぱり同じには作れませんよ。全然違うじゃん。こっちが3さんので、こっちが私の、やっぱちょっとね、こうやって塗るとしょうがないです。同じには作れませんなんですけど、まあちょっとこれね、せっかくなので2本目作ったのでちょっと塗っていきます。じゃあ、こっち側を3さん、こっち側は私のリップグロス塗っていきます。まず3さん。そう、私ね、本当にこうリップグロス、だいたいいつも自分で作っちゃうので、久々ですよ、ちゃんとした化粧品のリップグロス買うの。あ、ちょっと半分以上いっちゃった。で、やっぱりね、久々に使って思ったんですけど、やっぱり市販のコスメってよくできてるなと思いました。あとこのね、質感がやっぱり普通に、あ、そうそう、市販のリップグロスってこんな感じだったよなっていう
そう、質感でした。ツヤもねすごいあってナチュラルなんだけど、ちょっとこうなんていうかな、パッと明るくなるね感じです。対して私の方はね、まあハンドメイドなんでね、どうでしょうこちらで、あー塗ると意外と明るいかも。こっちが私、こんな感じです。どうですか？やっぱちょっと私、そう、色味としてはね、私の方がちょっとなんかこうオレンジっぽいように見えるかもなんですけど、実際見るとやっぱりスリーさんの方がオレンジっぽくて、やっぱり色が綺麗、しょうがない、色が綺麗なのはしょうがない、やっぱうまくできてますよね。思いました。本当今回これね使ってここに塗ってみた時にね、え、こんな黄色なんだって思ったんですよ。なんだけど、そうやっぱりそう、こう塗るとやっぱねよくできてますね。本当に綺麗だなでもどうでしょう、私どもなかなかじゃないですか。でね、やっぱり決定的なこの市販品とハンドメイドの違いなんですけど、ハンドメイドの場合って、まあよくこういったね、リップグロス作られる方はお分かりかと思うんですけど、植物オイルをベースとして、蜜蝋だったりとか、キャンデリアワックスを入れたりとかして、まあオイルベースと固まるワックスをベースとして作るのが一般的なんですよね。なのでやっぱりね、市販のものってもっとこうほらツヤ感がすごい、こう見てもあるのお分かりになる通りに、っていうか皆さんお使いでお分かりになる通りに、こうなんだろう、悪い言い方しちゃうとベタつき感があって、でも、その、ベタつき感が、こう、キープされることによ、ベタつき感というか、キープされることによって、こう、ツヤ感だったり、こう、潤いが持続するじゃないですか。でも、やっぱり、ハンドメイドのものって、普通に、オイルとワックスがベースなので、どうしても、こう、お肌に浸透していくんですよ。で、その浸透していくゆえに、同時にリップケアもできるので、私は結構リップクリーム代わりに冬はリップグロスって塗るんですよ。でも結局浸透しちゃうし、やっぱり市販のものよりは落ちやすくなるんでね、その市販のものの質感を求めるのであれば市販のものを使った方が良いです。ただいやちょっと私市販のものは苦手なんだよという方は、こういったあのオイルベースでね浸透していくものを使った方がいいと思います。私はどちらかというとこっちより質感はねこっちのが好きなんですよ。もうずーっとベタベタしてんのが嫌なんです。なのでこっち、自分がね作った方を使いがちなんですけど、まあそんな感じで質感はね違ってくるし、まあ色も違うっちゃ違うんですけど、まあでもこうこんな感じで楽しみながらね作れる良さはあります。で、こちらのリップグロスの作り方なんですけど、私の電子書籍、Amazon Kindle から、クレイセラピー簡単レシピ20というね、電子書籍が出ています。その電子書籍の中のリップグロスをベースにして、カラーリングクレを入れば作れます。別にね、特別な、配合じゃなくて、オイルと、そういったワックスとクレーっていう特別なものじゃないので、こう自分でね、リップグロス作られてる方だったら、普通にクレーを使えばいいだけなんで、作れる内容です。なので、ちょっと気になる方は、そちらの電子書籍をご覧になって、ぜひ作ってみてください。ということで今日は、あの人気のコスメを真似して手作りしてみたんだけど、どうしても比べて使いたくなったので使ってみました。